皆さんこんこにちはです今日の仮想通貨マーケットは、まあ、下落して上がってまた下落してみたいな感じで、まあ、ちょっとどっちつかずのマーケットにはなっているのかなと思いますで今マーケット環境はマクロをです、ね、中心に動いているわけなんですけれどもまの、あ、う日ょに関してはあまり大きな材料というのはです、ね、なかったんじゃないかなと思いますとで引き続きです、ね、前回の雇用統計であまりにも大きく利下げ期待が出てきていて 雇用統計に関して弱い数値が出るだろうというふうに思われていたにもかかわらず非常に強い雇用統計が出てきたこともあっていったんこの9月のタイミングで期待をされていた利下げがですねえもう無理でしょうというようなことで大きく積んだポジションがまあ今ど、んど,んどんどん解消されているというような状況になっているんじゃないかなと思っています。で これですね短期的にそういった期待が剥げてきているということももちろんあるんですけれどもまいずれにせよですね僕は個人的に中長期的に見るとですね引き続きマクロの環境が今年の後半からですね来年にかけて改善するということを予想していることもあってこの短期的なですね下落みたいなものに関してはあまり正直気にしていないというような 状況にありますと、まあ、逆にその買い場というような形で、まあ、見えなくもないんですけれども、まあ、ずっと僕は積み立ててもいるのでこういった大きな急落のタイミングで大きなキャッシュを使って継続的に買っていくといよりも、まあ、つい先日ですねちょっと大きくドーんと買ってもあるのでまたそこに加えて買い続けると、まあ、そういう感じですねあまり短期の下落上昇に差異されることなくポジションをひたすら現物で積み上げているということを僕は今やっています。 で一応です、ね、次の FOMC に関しましては7月のです、ね、31日になっていますとで次が9月の18日ということでもう7月の FOMC というのはです、ね、ほぼほぼまあ終わっているというかもう利下げに関して議論されるようなポイントではないと思うんですよね。でそうすると次の重要な経済指標というのは7月、8月そして9月のあと3回確認できることになっていますと。 でそうするとですね今回のこの7月の次のですね経済指標諸々、もろもろ例えば、第1週目の金曜日にある雇用統計ですとかその後続いてくる CPI ですとか、まあ、そういったものに関してはあまりですね大きな意味を持つということはあの短期的にはないと思うんですよね。ということは7月はですね、まあ、かなりマーケットは上がり下がりするかもしれませんが それによって方向感をつけることがないあまりそんなに重要度が高くない経済指標になると僕は思っていますとでそうすると本格的に重要視されていくるのが、まあ、8月になってくると思うので、えー、この1ヶ月半ぐらいはですね、まあ、あまり重要じゃない市場環境というのが続くと思いますそうなってくると大きく、えーまあ、ストップをつけて、まあ、上昇する下落するみたいなことがあまり起きないことからですね、まあ、今のタイミングで、えー、しっかりとガチッとポジションを取っていくといよりも まあいくつか選択肢があると思うんですが何もしないっていうのも一つあると思いましてえ次に関してはまあ短期のレンジでの相場を取りに行くそして他はですねえなんだ不労所得みたいな感じで USDC ですとかまあそういったもので運用したりとかまあ,あとは僕が常々申し上げているえ流動性の提供とかでえ少しですねボラティティが出るタイミングで余分にイールドを稼げるような商品というものに対してえ投資をしていくとかいろいろ選択肢あると思うんですがまあ基本はですね あの方向感が出ない市場感なのでまあそういったところを見越してえ自分にどういった今ポジションが足りていないかとか戦略を取っていきたいかというのをベースに考えていくのがまあいいんじゃないかなというには思うんですよね。で一旦ちょっとですねチャートを皆さんと見ていきたいと思うんですがえまずはですねビットコインを見ていきましょうえビットコインはですねこちらになっています。今大体このレンジ相場に入ってからもう3ヶ月目4ヶ月目ぐらいになりましたかね。 え、もうほぼ動いていない感じなんですけれども、チャートを見るとですね。ただし、体感としてはこの数日間で結構ボラティティできてるように感じてますよね。ちょっと引いてみると、まあ正直全然動いてないんですよ。なので、まあ、いかに我々のそのリスクに対してのま耐性が落ちてきている。もしくはマーケットとしてそういった大きな動きをですね今、あの追っていく上でま準備ができてないかっていうのがまああると思うんですよね。 で今はあまりそういった短期的な動きに連れられて自分がですね売ったり買ったりするというよりもやっぱり今後どんなイベントが起こることによってどういったマーケットの動きが出てそして長期的にはどういった方向にマーケットが動いていくかみたいなことがやはり重要になってくると思うんですね。で今仮想通貨のマーケットって株式マーケットはですねほとんど動いてないというか、まあ、順調に推移している一方でマクロの数値がですねちょっと悪いのが出れば どんと下がったりとかいいのが出ればボーンと上がったりとかしていてあまりにも敏感になりすぎているとでなぜそうなっているかというとマーケットは今ですね利下げに対ししててて期待感をを持るる材料を探しているんですよねでそれが出なければレンジが続くまあ短期的には下がるかもしれませんが基本的にはこの4ヶ月ぐらいはレンジですよね。なのでもう常にですね利下げの何かしら根拠になるような情報というのを探しているわけですよね。 ひとたび今後利下げをある程度確信持てるような材料が出てくるようであれば一気にこのマーケットは上昇する可能性があるんじゃないかなと僕は思っています。はい、でそれをじゃあ考えた時にどうしたらいいのか短期的にやっぱりそういった何かしら残念があるような材料が出てくればどんと下がるわけなんですけれども、まあ、そういったマーケット環境のたびにもしくは定期的に例えば毎日でも1週間ごとにでも何でもいいと思うんですがしっかりとポジションを 積み上げていくでこれは確実にずっと買い続けなければいけないというわけではなくて来たるその上昇相場へのタイミングまでに自分が取りたいと思えるようなリスク量を、まあ、しっかりと買っておくというのがかなり僕は重要なんではないかなというふうに思っていて僕はですね正直あの結構もうリスクは取っていると個人的には思っていますが、まあ、定期的に入ってくるキャッシュとかっていうのもあるのでそれを一部リスクテイクに回しているという感じでは まあ,ありますかね、まあ、あとはそういった定期的に入ってくるキャッシュに関しては、まあ、ソラナとかいろいろ積み上げっていうのはもちろんあるわけなんですけれども、えー、それをですね流動性提供ですとか、まあ、レンディングに回すことによって、まあ、それからしっかりと短期的にでも収益を埋めるようにしていくことによって、まあ、自分が取ってるリスクをですね、まあ、少しでも余裕が心の余裕が持てるようにしてくれたりとか、まあ、あとは一旦ボーンと下がった時に また追加的に買えるようなまあ手元資金というのを着実に増やしておくというのもまあ重要なのかなと思えているのでまあ今はですね無理にリスクを取るような相場環境ではないんではないかなというふうには思っていますとはいで一方で7月の頭にですね ETF が取引開始されるんじゃないかというふうふに言われているまあイーサーなんですがこちらはですねまあ若干ちょっとビットコインと比べると弱含んでいる状況ではあるんですが何か悲観するようなまあ環境では正直ないと思うんですねまだですね。 イーサリアムの ETF の承認に期待感がまだ込められていない動きはしている一方で承認がされますされますとかっていうようなことが織り込まれ始めてきた水準よりもかなり高い水準に今の現在のイーサリアムというのはあるのでまあやっぱりこれを見ると取引開始されればその資金フローからの大きなですねまあ底上げっていうのが起きても全然おかしくないんじゃないかなと思いますしビットコインを見てもそうだったんですけれども。 実際に取引開始されたところより大きく下がるっていうことは正直ないと思うんですね、実際にフローが入ってくるのでなので、まあ、しっかりとですねこれについてもポジションを作っておくというのは、まあ、やっぱりやっていたいですよね。で、その際にやっぱり気をつけておきたいのが、じゃあそれ以外のアルトに対してどういうふうに向き合うのかだと思います。で、僕は正直ですね、あの全然リスク取らないというのもありだと思いますし、じゃあ次、ソラナの ETF が承認されれるかかももしれないいいのののでそこに向けての準備ととうのもありかと思いま,すまああとは今非常に盛り上がっているまあいろんなトークンセールですとか m i m コインとかに参加するというのも僕はいいんじゃないかなと思いますが今のマーケット環境というのは機関投資家がですねどん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 入ってきているということもあって m ー m トークンよりもやはりメジャーなコインに対して資産が入りやすいのでまあそこをですね追っかけていく方が可能性が 資産を増やせる可能性が高いんじゃないかなと思うので、まあ、そこを中心にですね僕はリスクテイクというのをやっていきたいというふうに現在思っています、はい、でまあその前提で今ですねマーケット環境どうなのかっていうのをちょっと見ていきたいんですがまずはですねビットコインなんですけれどもこっちか、はい、オーダー状況をですね、えー、見ていくと、まあ、一旦ですねストップをつけて、まあ、どん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 下がってきてしまっていたビットコインが、まあ、一旦反発して6万7300400ぐらいまで戻っていったんですがまた 戻ってきてしまってててきしまいるとでこれもやっぱりそうですけれどもあまり大きな材料がない中でレンジブレイクをして下がったり上がったりとかっていうのも、まあ、なかなか正直難しいと思う一方でバーンと下がってしまったことがあった場合何も材料がないのであれば、まあ、短期的にはですねストップローソンなどをつけて大きくまあ売られてしまう可能性はあるんですが、まあ、その極端な売り相場短期的な売り相場っていうのが終わればまたこんな感じでビットコインはですねしっかり戻ってきたりとかもするので。 えーまあ、あまりです、ね、そういった動きに惑わされないっていうのが、まあ、すごく必要だと思うんですね。でその惑わされないための、えーまあ、準備っていうのは、まあ、相場を見ないのか、まあ、あとは見たとしてもしっかりさっき申し上げたようなステーブルコインでちゃんと稼げてるような、まあ、環境を作っておくとか、まあ、あとはリスク取りすぎないとか、まあ、いろいろあると思うんですがやっぱり自分に合った戦略っていうのは、えー、見つけた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。 まあ、あとはですねちょっと面白いコメントがあったので、まあ、それを拾って、えー、お話をしていきたいんですが、まあ、今、ですねオプションのマーケットを見てみると、えーですねはい、このような、まあ、これで見るのがいいかな、えー、と今、ですね7月、8月とかっていうところの取引き、まあ、これを見るのがいいですかね、まあ、あのエクスパイアリベースで見ると、まあ、短期的に6月末というのが、まあ、もちろんなんですけれども今、取引が非常に活発になっている一方で この7月末とかですね8月末というところで今、多くのポジションがいろいろと取られていますとで例えばなんですけれどもまあ6月末でもいいか6月末で今、どんなところ見られているかというと7万5000ドルとか7万8000ドル、8万ドルとかですねそういったところを目標に見られているとでその一方で7月末に関してですね7月の後半にかけては10万ドルを目指したようなオプションとかっていうのもたくさん買われているので。 まあこれをですね目指して買われていくでしょう、どんどん上がっていくでしょうということもあのコメントでですねいただいていたんですけれども、さっきちょっと申し上げたように、7月末のタイミングというのは、ですね経済指標が出た後にも、それをベースに、ですねじゃあ、こうしていきましょうみたいな感じに、方針がですね決まることはもうほぼないと思います。なので、こういった7月末、例えば8月末もそうかもしれませんが、 まあこのあたりのタイミングでこの10万ドルを今目指して買っている人たちというのはまあおそらくなんですがえかなりですね、ボラティティーがまあ低いところをえ狙ってまあ仕込んでいたりとかっていうのもまあなくはないのかなというふうに思うんですけれどもまあ,あとはですね、これって絶対的にあのオプションの買いだけではないんですよねまあ売りっていうのも入っているのでまあこういった長期のオプションを売ってえまあ今ですねまあロングを。 してその売った分のオプションというものをまあ,ある程度あのまあいわゆるその利回り商品みたいな感じでまあその短期的なキャッシュを得るためのまあ原資として使っているということもあったりもするのでまあこのですね7月8月のタイミングで例えば一回利下げが織り込まれたとしてもまあ正直ここまでは上がらないと思うんですねあとこの10万ドルを短期的に超えていくようなオプションを買っている人たちもしくはこういったコールオプションの売り買いとかっていうのは まあそういったま本格的な上昇を目指して買っているものや僕はあまりないんじゃないかなというふうには思いますね。えー、まあ,あの例えば年末とかに向けて見てみると、はいこんな感じで毎兆、まあ、10万ドル近辺のま買いとかっていうのはま出ているわけなんですが、まこれもですね今の市場環境からするとだいたい一回利上げあ利下げっていうのはいろんな FRB のですね方々の コメントからも出ていると思うんですけれどもまあ、そこまで正直サプライズなことではないと思うんですねもう1回利下げというのはで今のところ9月の利下げというのが織り込まれているわけなんですがその9月の利下げをですねまあ、1回したとしても今の FRB の方々のコメントからするとまあ、一旦利下げをしてじゃあ次の利下げを目処が立っているからまあ、その利下げの えまあそのなん連鎖的な利下げがまあ来るかって言われるとおそらくそうではないというふうな発言をですねどん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 していくと思うんですね。いわゆるまあそういったトレンドが見え始めたことによってまずは利下げはするかもしれませんがじゃあどういったペースで利上げをしていくかっていうのはまあその都度の状況を判断しての利下げということになると思うのであまりですね一旦そのボーンとぶち上がる可能性は 利下げによってあるかもしれないんですが、まあ、そこのです、ね、連鎖的な利下げからの連鎖的な上昇みたいなものはそんなに早いタイミングでは見られない可能性が僕は高いんではないかなと思うので、まあ、ちょっとこういったです、ねまあ、過度な期待みたいなものは、まあ、僕はあまりあの現実的には正直ないんじゃないかなと思います。ただしどこかかののタイミングで利下げというものが、まあ、一定程度です、ねまあ、積極的にレバレバッジをかけて お金を借りて投資をするというような水準まで下がればま積極的なリスクテイクというのが、どん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 出てくるのはあるんじゃないかなと思います。ただし4、4%台の後半とか。まあそういった水準ではまあそうはならないと僕は思っていますし、やっぱ3%台が見えてこないと。ま、そういった積極的なレバレッジでのえまあ借り入れからの投資みたいなところはちょっと程遠いのかなと思うんですね。 なのでやっぱりこういった本格的な強気相場みたいなものがある程度見,始め見え始めるのは来年のまあ早くてもうん第1クォーターはちょっとどうかなとは正直思ってはいるんですけれどもまあ,あと今から1年後のようなまあ夏前後とかっていうのも全然ありなんじゃないかなと思いますのでまあ今回のいわゆるこの仮想通貨の強気相場というのは少しですね長くまあ自分もいわゆるペーシェントじゃないんですが気長に。 待っていいいく必要があるんじゃないかなかと思います、はいまあ、今日ちょっとこのイントロー部分が長くなってしまいましたがいやそんなことをまあいろんな人のコメントから僕は今日考えていたりもしましたね。はい、であとはこういったリ,リスクをですね取っていく際にやっぱり自分の原子をですね使いたくないもしくは原子がなかなかないという方もいらっしゃると思うんですが今ですね概覧の方にもあります えー、バービットの紹介リンクですですね行っていただくと入金額に応じて最大450万円の取引ボーナスそして今期間限定で口座開設だけで3000円そして100ドル入金するだけで追加的にまた3000円のボーナスもらえるのでこういったものをご活用いただければと思っております。はいということで今日ですねちょっとご紹介をしたいのがいくつかニュースであるんですけれどもまず簡単にアメリカのビットコインへの ETF ですね資金流入が この1週間過去の1週間では約600ミリオンのアウトフローになりましたはいまあこれは短期税が今どん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 抜けているということではあるんですけれどもここ最近はですねこの US スポットビットコイン ETF のまあ流入流出というのが方向感をですね定めていく一つの指標ではなくなってきてもいるのでちょっと重要性は落ちてきているのかなというのは個人的には思っていますはいまあ,あとはですねこれちょっと個人的に面白いなと思ったんですが アメリカの仮想通貨取引所コインベースがこれアメリカ国内向けではなくて海外向けになんですけれどもプリローンチのですねマーケットこれは今後ローンチをするトークンのプリマーケットですねなので本格的な取引っていうのは流動性の観点からまだできないんですがある程度このトークンの価格は上場した後に何ドルになるかっていうのをいわゆるちょっと予想をすることができるマーケットになっていますと。でこういったもものがですねどどどどん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 コインベースからも 出てきていてきいですねやっぱりこの市場のいわゆるいろんな需要に対してコインベースが応えていこうということなんですがやっぱりですねこういったどんどんコインベースのような本当に大きな取引所がこうやって新しい取り組みをしていくですとかあとはですねどん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 新しいプロダクトがこの仮想通貨の,あのマーケットから出てくることによって。機関投資家がでですねこういったプロダクトで ヘッジをですねできるようになってくるというのはかなりこのマーケットに入ってくる上ですごく重要な要素になっていると思いますのでこれらのような一見ちょっとギャンブルチックなものとか今 a イボ o とかいくつかの取引所で取引できるようになっているんですけれどもこういったものっていうのはやっぱり機関投資家がリスクヘッジをできるっていうのが僕ものすごく重要な 今後ですね要素になってくると思うので、まあ、こういった動きはですね、まあ、期待をできる一つの要素になってくるんじゃないかなと思いますはい続いてこちら見ていきたいんですが今回ですねテザーがゴールドをコラテラル担保としたステーブルコインを発行するということをですね今回発表していましたでまだ市場規模はですね全然大きくないんですけれども、まあ、一応オーバーコラテラライズというふうに言われていて、まあ、ちょっとやっぱり余裕を持った担保の保全をしてですねそれをベースに ステーブルコイン発行すすするとといいうここなんですけれれれどどもぐらい需要ありますかね実際ちょっと正直分かりませんがまあ一応これもしやりたければなんですが一応このステーブルコインをですねえ戻してまあ一応もう一旦まあいくつか手続きはあるんですがまあそれによってゴールドを引き出すことが実際にはまあできるようになっているようなんですがまあ実際にそうする人がまあいないっていうのももしかするとまあ,あると思う一方でまあこれってレギュレーションの観点からこれだったらまあ使えるっていうところも まあ出てくる可能性もあるんじゃないかなと思いますがまあちょっと正直どうですかね、僕も細かいことはまだね分かっていないんですが、これの需要がどこまで出てくるのかとあとは、これをベースに例えば需要が出てきたとすると今、USDT とか USDC とかいろいろあると思うんですけれどもまあやっぱりその流動性がですね結構分散するんですよね。 はいまあ、その流動線が分散することによって取引する側からするとあまり正直いいことがないので、まあ、これは、うんまあ、どうかなというのはちょっと思いますが、まあ、一応新しい商品がどん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 ん出てきて、えーまあ、これ、機関投資家用になるんですかね、はいまあ、こういったもので資産を保全できるようになると、まあ、ますます,です、ね、キャッシュが必要になってくるということでもあると思うので、まあ、今後、面白い1つの流れなんじゃないかなと思っています。はいまあ、あとはですね クリプトの今マーケットにどん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 ですね資金が戻ってこなくなっているというようなものですねまあ一応今 AI というものが非常に大きく注目をされていることからちょっと前までクリプトで起業していた人たちがどんどん AI に流れてしまっていったっていうのがまあ一つ流れでありましたただただし一応ですね今後クリプトと AI という分野に関してはまあかなりですねまあ一緒にいろいろと組み合わせてできるようなまあ分野でもあるということで この,2つの市場でです、ね、2030年までだったかなに20トリリアンのです、ね、時価総額を加えるような産業になるでしょうというふうにも言われているのでやはりですねクリプトに関しての期待というところは引き続き高いのかなと思います。ただしですねちょっとやっぱり今のいろんな進展とかを見てみると AI の進展というものがもう本当に驚き,驚きすぎてというか。あの ね、クリプトって正直そこまで感じられないいじゃななですかなので、まあ、やっぱり AI に対して投資をどん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 したいとか、まあ、していく人たちが増えていくっていうのは、まあ、理解できるのと、まあ、あと a i るクリプトっていうので、えーまあ、いわゆるそのクリプトメインのナラティブのプロジェクトに AI を入れるとかってなるとその AI のです、ね、トレンドに対してクリプトをです、ね、メインでやってる人たちって、まあ、正直テックの面でも追いつけないと思いますしそれを プロダクトに対して脅してて込んでいって実際に実装させてみたいなことをできる人って正直いるのかなというふうに思ってしまうんですよね。で AI がメインでその中の一部の機能にクリプトを使うっていう人は今後増えてくると思うので今のような感じのいわゆる a i かけるクリプトのなんていうんですか進展の仕方成長の仕方みたいなところからはもしかすると本当にイノベーティブなものは生まれてこなくて。 えー、クリプトのプロジェクトを AI のプロジェクトが何かしらの形で取り入れてくれるみたいな、まあ、そんな感じが実際にあるとすれば将来に出てくる成功の形なのかなと思ってしまいますね。はいまあ、そうなってくるとちょっとトークン化トークンを何かしら出すのかどうかみたいなところはちょっと不透明ではありますけれども、まあ、今後引き続き非常に注目をされている分野でもあるのでこの辺り注目をしていきたいかなと思っています。 はい、まあ、あとはですね、マクロ関係のニュース、ちょっと見ていきましょう。えー、フィラデルフィア連銀ンン総裁が、年内1回の利下げが適切だというような発言をしています、えー。このような発言はですね、結構いろんなところでも聞かれ始めていますが、まあ、少なくともやっぱりここで言えるのは、年内1回、利下げがやっぱりちゃんとあるというのが、まあ、ある程度重要なポイントだと思うんですねで。これがもう利下げないでしょうみたいな感じになってると、あもう先行き、も全然見通し立ちませんとか、えー、どれぐらい期待していいか分かんないとか。 まあやっぱりもっともっと期待がされていたものが剥がれる分がですねまあ大きくなるというのもあるので少なくとも一旦こういった確信を持ってですね利下げを今予想されているということでまずは満足をしてじゃあ次どうなったら利下げにつながっていくのかまあそういったある意味下地をですねセンチメントの観点でも作っていけるような今状況にあるということはすごくいいことなんではないかなというふうにも思ってますね。 いやその一方でニューヨーク連銀ンンンンの製造業の景況指数というものが出てきていて6月はです、ね、予想ほど縮小せずということで縮小はしている一方で、まあ、着実にですね米,米国の、まあ、というかニューヨークのです、ねえーまあ、ビジネスというのは活性化しているということに一応なっています、はいでまあ、今回このニューヨークの,あの製造業の指数はマイナスなので、まあ、活性化というか、まあ、引き続き底堅い推移をしているという感じではあるんですけれども こちらの方を見ていただきたいんですが6ヶ月先の景況感の見通しというのは15.6ポイントの上昇の30.1ということで2022年の3月以来の高水準になっていて今の状況はあまり良くないんですがまあこの半年後に関しては今よりもだいぶ良くなっているということが予想されていてま比較的ニューヨークの製造業の経済の見通しについては 落観をですねしている人がまあ今非常に多いということですねこうやっぱり見てみると本当に利下げが続いていけるのかっていうのはなかなかちょっと経済の強さという観点からは見えづらい状況なのかなと思いますただし CPI の数値がですね着実に下がっていくことによって利下げはまああのできるようになっていくと思いますのでまあここにまずフォーカスをするというよりも CPI そして今パウェル議長をはじめとした FOMC の参加者が大きく注目をしているのがなんと雇用なんですよね。なので雇用とまずは CPI というところにフォーカスをして我々は数値をいろいろ見ていくというのが今すごく重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ最初ちょっとですね今の相場の見通しというか見方というか、まあ、そういったところに時間を使ってしまいましたが、まあ、今ですねやっぱり本当大事なのは。 あのちゃんと上昇した時に自分が納得できるようなリスクを取れているのかですねよく前回のブルマーケットでもあったと思いますし直近の大きく上昇するタイミングでもありましたが上半時買っていけばよかった買っておけばよかったっていう人、まあ、非常に多いと思うんですよね。でやっぱりそういった買えばよかった買えばよかったっていうようなことを思っていると、まあ、ずっと会話を逃してしまう、まあ、そういった方も多かったんじゃないかなと思います。で そんな時にぜひやっていただきたいのがほんの少しでもいいから買うというまずそのファーストステップですねあとはちょっと前にですねドルコスト平均法ってどういうふうに設定アプリでできるのかというものもご紹介をさせていただいているのでそれも見ていただきたいんですがそういったものをですねもう毎日少額ほんと買っていくことによってちょっとずつポジションを 積み上げていくことに対しての抵抗感っていうのもま減ってくると思うので、まずはですねちょっと買ってみるというところからえ始めてみるのが僕はいいんじゃないかなというふうには思います。はい。まああのそもそも買いたくないよという人が買う必要は全然ないんですが、まやはり利下げに対してまこれだけ敏感な今マーケット環境がある中で一旦利下げが起こり始めればやはり大きな上昇がま期待できると思いますので、そういった相場をですね。 えまあ期待しながらを積み上げていくということをやっていきたいいかなと思いますでただしさっきもちょっと話した通おり、まあ、そういった本格的な上昇相場っていうのは半年間から1年ぐらい来ない可能性も十分あると思いますので、えー、楽観的な、えー、まあ見方を持ちながらのリスクテイクだったりとか、まあ、あとは上昇相場すぐ来ちゃったらどうしようみたいな感じで。 焦ってのポジションの積み立てっていうのは、まあ、僕はしない方がいいんじゃないかなと個人的には思っていて今も全然していないのもそのポジションの積み増しで僕は去年もかなりやったんですよねなので今年はしっかりと着実に定期的に入っていくキャッシュをいくら分かそういったリスクテックに回しながら着実に取れるリスク量がどん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 ,どん増やしていって。 大きな上昇のタイミングでしっかりと自分が準備できているような状況にしておきたいなということをやっているという感じですね。はい、であとはですねやっぱり継続的に情報を収集し続けるというのはそういった上昇相場をつか、ね、むという上ではすごく重要になってくると思いますのでこの YouTube もそうですしまた外要の方に Telegram あとこちらにも QR コードありますが。 えー、そこでですね今、ついに9000人がですね登録してくださっているという状況まで来ているので、まあ、そこで、えー、僕だけではなくていろんな方のですねコメントも聞けるような、まあ、あのコメントを追加できるようにもなっているので、えー、ぜひです、ね、そういった形で、えー、皆さんともですね情報効果も含めていろいろとできればなと思っております。はいってことで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。ままた次回の動画でお会いしましょうさよなら